消火線稽古上機式ミサオ重車消火線稽古は台湾消火圏消火市にある線稽古である。台湾鉄路管理局従貫線消火駅北側の消火器無断の施設であり、転車台とともに蒸気機関車の運行終了後も車庫として現役で使用されている。1922年に建てられ、転車台を中心に12本の車庫線が放射状に配置され、それに、 半円稽古城の車庫がある。台湾の日本統治時代の産業遺産の一つである。もともと台湾には、昇華と台北、新築、高岡、海予の5箇所に線稽古があったが、昇華を除く他の4箇所は1994年までに解体された。本施設も1995年に大鉄が中部電連車移集基地を建設するために撤去する方針を示したが、 地元民や鉄道ファンたちが保存運動を行った結果本施設を残すこととなり電電車移臭基地は昇華駅南側に移ることになった昇華線形庫は台湾で唯一の保存された線形庫であり昇華圏の検定戸籍であるまた2001年の台湾十大土木史籍に選定2019年12月6日日本の文庫森機関庫と 姉妹提携を締結。台湾鉄路管理局は、毎年6月9日の前後に施設内の一般公開を行う。現役で使用されており、車庫内で車両の保守作業が行われているので、一般公開日以外に見学する場合は、入り口の主営室で氏名と電話番号を記入する必要がある。2015年1月14日からの見学時間、車庫には CK101、 CK124 及び DT668 の3両の蒸気機関車と1両の蒸気式ミサオ従車が保存されている。ありがとうございます。